はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ガンゾーです。さあ、本日はスーパーマリオメーカー2をやっていきたいと思います。でですね、今右上のね時計を見ていただければわかります通り23時57分でございます。もうすぐで8分になるかな。はい、そんなような状況でございます。なのでまだ遊べない状態、まだね。だからここがちょうど0時00分になったら始めるっていうような状態なんですけども、今回初めてマリオメーカーをやります。なのでどんなことをやりたいかもね、最初に説明しようかなと思ってちょっと動画を撮り始めましたっていうのと、まあ00分にスタートするぞっていうねところの気合を見せたいなっていうだけでね、ちょっと、この画面でお見せしております。でですね、どういうコースを作りたいかっていうと、今回からなんかバトルっていうのができるようになったらしいじゃないですか。みんなでバイバイバトル、そういうコースを僕は作りたい。で、やっぱり上手い人と下手な人っているじゃないですか。で、その上手い人と下手な人の差をなくせるステージがいいなっていうのを思っていて、なんかこのボタンを押すと前に進んでた人が落ちるみたいなね、わかんない、もう全然わかんないよ。 B スイッチを押すと前の人の走ってる人床抜けるみたいな、できるかどうかわかんないですけどそういうね、なんかコースとかあっても面白いんじゃないかな。みんなでワイワイやるコース、それをやりたい。それを目標にね、頑張っていきたいなと思います。ただ、そんなことを喋ってるけど、それがいきなりできるかどうかはわからない。わかる？わかんないけど、やりたいって思いだけはある。そういうコースをまず作って、私は投稿したい。それを目標にね、今回頑張ってやっていきたいなと思います。それではね、あともうちょっとなんだよ。今ね、話を切ったのはもうなるんじゃないかという不安とドキドキ。もうなった瞬間にピッてさ、起動したいじゃん。わかる？わかる？ダウンロード版です、私。ダウンロード版でね、購入いたしました、事前に。はい。いやー、頼む。できるかな？バトルのコース。いや、なんかね、ニンテンド公式のチャンネルとかでも、できるっていうので、見ちゃったんで、ちょっとそれと被らないような、あぶねー！チェックします。チェックする。え？まだ遊べねえの？ちょっと待って、遊べるだろ。おい、12時になったぞ。遊べないのかい？くぅ、散らされている。散らされているよ。30を超えた おじさんが散らされております。ドキドキワクワク。まさかこのさ、日付変わったタイミングはさ、ダメなのかな？まだ遊べないのかい？いや、これあれなのかな？ 12 時1分とかまで待たなきゃいけないのかな？いや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 、待てよ。これあるぞ。なんか身に覚えにあるな。この画面でさ、ひたすら喋ってさ、ただ滑った動画を覚えてんだけど。どうしよう。来たぞ、来たー。油断してたよ。もう無言になっちゃってたわ。来た。行くぞ。来たー。お？スーパーマリオメーカー。おー。来た。このパチパチはね、私ですよ。来たー、スーパーマリオメーカー 2! それでは、やっていきましょう。作ります。まずはね、これ、遊ぶでストリーモードとかあるみたいなんですけど、それは、また別途動画にするか、どうかちょっとわかんないですけど、まぁ、ちょっと、やっていきたいと思います。最初のね、設定ぐらいの
ああ、そうね。ちょっと私これ聞くんですけど、初めてなんで。聞くんですけど、全カットにしてる可能性あります。それではね、ちょっと聞きたいと思います。はい、というわけでね、お勉強をちょっとしまして、少しだけ作り始めました。で、まだね、結局作り始めたっつっても何にも作ってないんですけど、に等しいんですけど、とりあえずね、まあ、これがまだなんかみんなで遊ぶコースはできないっぽいんだよね。わかんないですけど。バトルのコースは作れないっぽいんで、ちょっと、私のね、調べ不足かもしれないですけど、このゴール条件とかに、なんか出てこないから、どうなんだろうっていうのが、まあこれやっていくとなんか出てくんのかもしれないですけど、なんかみんなで遊ぶバトルとかにしたいんですけど、それがまあちょっと出てこないんで、まあちょっと意地悪な、一人でやるなら意地悪なコースになっちゃうかもしれないですけど、まあちょっとね、いろいろやってみたいなと思います。ね、すげえ難しいこれ作るのすげえ、まあ基本的にはこのここでいろんなことを選択するのがいいんだろうなとは思ってるんで、まあ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 、私ができる範囲のことはやっていきたいなっていうふうには思いますので、ちょっとお楽しみにしててください。まあいきなりね、クッパとか登場するような面にはしないと思います。一応途中のセーブとかもできるようにするかな、わからないとりあえずね、ちょっといろいろやっていきたいなと思います。どうやったら投稿できんの？これか。投稿。クリアチェックを行います。それではね、ちょっとだけやっていきたいと思います。いや、100秒なんですよ。でもね、慎重に進めばなんとことないコースですから、こういう感じのね、スタートですよ。地下でね、クリボーとか、危ねえ、危ねえなんてことないコースです。まあ、こっから先はね、楽し、実際に遊んでいただければなと思いますので、多分ね、コースコードこの後出しますので、よろしくお願いします。ここであれなんですね。みんなでバトルとかが選べるんだ。あー、ということはやっぱバトルコースだったんですね。途中でなんか、できないのかなと思って、やってしまったけど、でもまあみんなでバトルでも、まあまあ楽しいコースなんじゃないかな。はい、特に、複数ルートあるコースという題名なので、そのコースをどれを選ぶか次第では変わってくると思うんで、まぁ、ちょっとみんなでバトルも面白いかもしれないですね。では、OK と。はい、というわけでね、私のコース、こちらの ID、8FH69D。WCG となっております。多分一人で遊ぶにも向いてるコースですし、まあね、でもこれ知ってる状態でみんなで遊ぶのはちょっとね不向きかもしれないから、みんなで遊ぶときは全員ね、知らない状態で遊んでもらえると楽しいかなっていうふうに思います。 OK、 はい、というわけで、コースをね、作ってみました。今回はこの慎重に進めば難しくない複数ルートあるコースという題名で、投稿させていただきました。で、先ほど ID 出してましたし、今も多分画面上 ID 出てると思うんで、その ID で遊んでいただけると嬉しいです。一応ね、説明文みたいなのがあって、大ジャンプがうまくできるか次第かなっていう
ところです。まあ今投稿するのにねやりましたけど、私何回か死んでますはい。でそこに到着する方法が3パターンありますので、全部探してみてください。ちょっとだけ性格の悪さが見てるかもというところでよろしくお願いいたします。このコースね、実際に遊んでみたよって方とかね、コメントいただけると大変嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。時間見て3時3分、深夜3時だよ。3時間かかりました、初めてのコース